ボビニー中心部のパノラマボビニーは、フランスの北部、イルド・フランス地域圏の都市で、セーヌ・サンド2県の県庁所在地である。セーヌ・サンド2県内では、14番目の面積と12番目の人口を有する。なお、8つの地区に分けられ、そのほとんどが、経済、社会問題対策優先実施区域の地図。赤く示されているのが、ボビニー、パリ北東の郊外。 パリ市境から約3キロメートルの位置にあり、ウルク運河の北岸に面している。平均海抜は5 5メートルの平野部である。ボビニーは、以下の自治体に囲まれている。ボビニーイコールパブロピカソ駅、ボビニーイコールパブロピカソ駅パリから、パリメトロ5号線が通じており、ボビニーイコールパンタンデーモンキュノー駅と、ボビニーイコールパブロピカソ駅を擁している。 トラム1号線が地域を東西に貫いている。グランドサンチュールが地域の西側を南北に南側を東西に走っている。現在は貨物輸送限定で使用されているがトラムを走らせて旅客化する計画がある。ボビニーイコールパブロピカソ駅のバスターミナル。奥の建物はセーヌサンドに県庁。市の南と西は主に商業地域となっている。市の中心部である。 ボビニーイコールパブロピカソ駅周辺では公共施設を高層集合住宅が取り巻いている。市の北部及び北東部には20世紀初頭に建てられた古い小建て住宅が残っている。ウルク運河北岸にはベルジェール県立公園が整備されている。ジャンロスタン広場シテポンドピエールボビニー大震裁判所の入り口ボビニーの地名はバルビニウスの名に由来する。バルビニウスは ボンディの森に館を築いた古代ローマの将軍である。師匠は、金字の斜め十字である。中心部の青い、小さな盾には、銀色の花と果物が満ち、小麦の方七つ冠したバスケットが描かれている。ボビニーは、文章学において、サンアンドレの十字によって象徴される、サンアンドレの日ご下に置かれていた。年当時、人口人余りの穀物生産が盛んな。 小さい村であったが、1870年に、不屈戦争が起こると、戦火により荒廃した。19世紀の終わりに、パリからの鉄道が通じたことにより、新たな生活がもたらされた。野菜の集約栽培を行っていた村は、労働集約型企業の労働者の町へと変貌した。住宅不足が生じ、分譲地において住宅が建築された。1920年以降、 共産主義姿勢の誕生により、パリの赤いバューパンリュルージュの一部を構成するようになった。第二次世界大戦の間には、1500人に及ぶユダヤ人が、ボビニーの駅から鉄道でアウシュビッツ収容所に送られた。1954年から1964年の10年間に、人口が約18,500人から約37,000人へと倍増した。 この急速な人口増加により、社会施設及び住宅建設のための総合計画が立案、実施され、多くの指定が建設された。シテポンドゥピエールもそのような住宅の一つである。1968年1月1日、新たにセーヌサンド2軒の設置が決まり、県庁所在地とされることになった。1985年、メトロ5号線が到達した。 パリ市内では19区などの所得が低いが、その状況はそのまま北東部郊外のセーヌサンド2県に連なっている。ボビニーの地域経済や雇用は、県庁所在地としての中心機能によって基礎付けられている。パリ周辺の地区ごとの年間平均所得の分布、INSEE やパリ、デマンジレプラスエイゼスベワザーンデスプラスマダスッツ、国立統計経済研究所、パリにおける、 所得分布の肯定、ありがとうございます。